アルミーダはトルクアート達成の助持し、解放されたエルサレムをもとに、ロッシーニが1817年11月11日にナポリのサンカルロ劇場で発表した3幕のオペラセリア。台本はジョバンニ・シュミットによる。1816年、ナポリのサンカルロ劇場は火災により消失した。その後、修復工事が行われ、 1817年11月11日にそのコケラ落としとして上演されたのが本作品であった。初演のキャストは以下の通りである。イサベラ・コルブランがロッシーニが作曲した中で最も長くそして最も厳しい歌唱技術を要求されるこの役を歌った。特筆すべき楽曲はアルミーガがリナルドを誘惑しながら歌う第二幕の歓喜愛の帝国では ダモーレ・アルドルチ・インペロと、第3幕におけるアルミーダとリナルドの二重賞である。また、リナルドをはじめとする十字軍の騎士たちはテノールが当てられており、第3幕第1場のリナルド、カルロ、ウバルドの三重賞は、テノールだけで歌われるという非常に珍しい構成になっている。さらに、テノールのいくつかの役は一人に役になるように、 楽譜上設定されているため一人の歌手にかかる負担が非常に大きくなっている。初演後、1818 18年にベネツィアで1817年初演版より簡略化されたものが上演されている。また、1819年と1823年にはナポリにおいても再演された。1821年にはドイツ語バージョンがウィーンで出版された。 1827年と1836年には、ハンブルクで1832年には、ベルリンで上演された。1836年のハンブルクでの上演以後、長らく上演が途絶えていたが20世紀に入り、復活上演が行われた。1952年4月26日のフィレンツセ5月音楽祭での上演がそれである。この時、 タイトルロールを歌ったのがマリア・カラスで彼女は死であるトゥリオ・セラフィンの指揮のもとわずか5日間の練習期間でこの役をマスターしている。カラス以後においては1988年のエクサン・プロバンス音楽祭での上演が知られる。この時のタイトルロールはジューン・アンダーソンで十字軍騎士たちにはロックウェル・ブレイク、ラウル・ヒメネスなど当時を代表する ロッシーニ・デノールたちがキャスティングされた。さらに、1993年のロッシーニ・オペラフェスティバルでは、ダニエレ・ガッティの指揮のもと、ルネ・フレミング、グレゴリー・クンデラが出演した、十字軍のとある軍団。そこでは、隊長のドゥドーネガシに、後継者選びが行われようとしていた。騎士たちのまとめ役であるゴフフレードを中心に、後継者を協議しようとしていると、 ゴッフフレードの弟、エウスターツヨが現れる。彼は、高貴な女性が友を連れてやってきたことを告げる。そこへ、アルミーダが現れる。その美しさに、騎士たちは見とれる中、彼女はダマスクスの女王としての地位を、おじのイドラオテが狙っているので、十字軍の勇士を、私のために貸してくれと頼む。しかし、これは十字軍への復讐を目論むイドラオテと、 アルミーダの陰謀でありあたりのイドラオテ自身がアルミーダの共に変装してこの場に来ている。ゴフフレードは当初難色を示すがアルミーダに魅了された騎士たちと弟エウスターツヨの願いにこんまけしてこれを引き受ける。ただしドゥドーネの後継者選びを終えてからという条件をつけた。アルミーダが退出すると後継者選びが始まる。エウスターツヨはリナルドを推薦し、 全員が賛成し、リナルドがズドーネの後継者となる。しかし、ジェルナンドは一人だけ自分が推薦されなかったことを恨み、復讐を誓う。アルミーダはリナルドとよりを戻そうとし、リナルドを呼び出し誘惑する。リナルドは十字軍の一員としての義務を果たすことが自分の望みで愛に溺れている場合ではないと拒もうとするが、アルミーダは巧みに彼を誘惑する。 二人が当然としていると、ジェルナンドと騎士たちが現れ、英雄食を好む、勇士は女を口説くのが仕事かと侮辱する。怒ったリナルドが決闘を申し込み、二人は激しく争う。激しい争いの末、リナルドはジェルナンドを殺してしまう。驚いた騎士たちは、ゴッフフレードを呼びに行く。アルミーダは、きっと厳罰に処せられるので、そのぐらいなら、一緒に逃げましょうと口説く。 しかし、リナルドはきちんと弁明をさせてくれと言い張り、その場に残ろうとする。ゴフフレードは、騎士たちから事情を聞いてやってくる。リナルドは、侮辱されたので名誉のために殺したと主張するが、ゴフフレードは彼を厳罰に処そうとする。見かねたアルミーダは、魔術を使い、リナルドを逃がす。アルミーダの手下で妖魔のアスタロッテとその手下たちが、歌っている。そこへリナルドとアルミーダがやってくる。 アルミーダは魔術で森を美しい楽園に変える。美しい妖精たちが歌い踊る中アルミーダが愛を称たたえ歌う。当然となる二人の前で祝宴が繰り広げられる。リナルドの仲間である騎士のカルロとウバルドが美しい庭園に迷い込む。二人はリナルドを探しにやってきたのだ。庭園の美しさに二人が夢中になっていると妖精たちが現れ彼らを誘惑する。しかし、 二人は隠し持っていた黄金の棒を取り出し、彼女らを追い払う。そこへアルミーダとリナルドがやってくるので、カルロとウバルドは身を隠す。リナルドはすっかりアルミーダとの関係に溺れている。しばらくすると、イドラを手が現れ、アルミーダを呼び出す。一人残ったリナルドに、カルロとウバルドが現れ、英雄リナルドが何というようだと非難し、魔女の誘惑を克服し、十字軍に戻る。 よう説得する。リナルドは、二人の甲冑姿に、自分の堕落した姿を見比べて、情けなく思う。そして、再び十字軍に加わるべく、アルミーダへの未練を感じながらも、戦場へ戻る決心を固め、庭園を立ち去る。アルミーダが戻ると、リナルドの姿がないことに衝撃を受けるが、彼を取り戻すために、後を追う。リナルドが二人の騎士と戦場へ向かっていると、 アルミーダが現れる。アルミーダは、あなたのためなら、奴隷になっても構わないどうか連れて行ってと懇願する。リナルドは、心を動かされそうになるが、騎士としての義務があるとこれを拒み去る。衝撃で倒れるアルミーダ。アルミマイナスだが気絶している間に、三人は立ち去る。意識を取り戻したアルミーダは、リナルドらが逃げたことに怒る。彼女は、アスタロッテラ・ヨーを呼び出し、リナルドを追い、 自分が受けた苦しみを復讐すべく3人の騎士の後を追う。ユルゲン・キャスティング、マリア・カラス P128 から1292010年4月メトロポリタン歌劇場での上演に際してのあらすじ h t t p w w w o p e r a d i s c o p e r a i s o g r p h y o r g u k ありがとうございます。